はい、おはようございます。総価塾の久保です。まあどんな時でもね、 FX は本当に私たちの味方をしてくれます。もちろん FX の技術が身につけばですよ。テクニカルってやつはね、本当にね FX を切り開いてくれましたね。基本的には基礎用語を覚えるだけで、まあ勝率は結構取れていきますんで、あとは自分の欲しい収入に合わせて資金投入を増やすのか、それとももっと技術を上げて勝率を上げていくのかってことになると思います。もう私の場合はね、今このぐらいでいいかなっていうところに差し掛かってますので、あとはねロットを増やしていけるかどうかっていう、この精神の問題かなと思ってます。まあ同時にですね、少しずつなんですけども、テクニカルの精度も上げていって勝率も上げたいなと思うんですけども、勝率ってのは4対6にするよりも7対3にする方が難しいんですよね。かなり難しいです。で、8対2にするのはもっと難しいです。例えて言えば、テストで60点取るのは60点分の努力でいいんだけども、60点を70点にするためには、この10点をね埋めるための努力っていうのは、0点を60点にする以上ものすごく濃密な頑張りが必要だってことなんですよね、きっと。ということでね、今日もね画面切り替えていきますよ。前置き長くなっちゃってすいません。まずは月足から見ていきましょう。12月1日ですからね。もう月足は昨日もやりましたけども、言うことないですよね。右肩下がりだよってことはもう変わりません。もうここです。このトレンドは変わらないです。まあ円高にどんどん向かうんじゃないですか。で、今度は週足ですよね。今日は月曜日ですから、火曜日か、週足を見ていくと、これももういつものことなんですけども、ここに来ると反転して上に向かうっていう時期は終わったってことですよね。もう今下の方に潜って、この下からさらに下へ展開していって円高を進めるってことになると、この時点では捉えられます。次がデイリーですけども、まあ斜めですよね、どう考えても。あれれれれ、貧弱が斜めになっちゃった。こんな感じでトレンドライン引けますんで、もう右肩下がりになっていくよってことです。まあ、ですので、セルで入れば、まあ負けることはないっていうのはね、前から申し上げている通りです。はい、4時間ですね。4時間、ドーンとセルに行ってるでしょ。で、横ばいに入った後、上に組み上げて、大きく下にずれるかなと思ったら、なんか、これ、また上がりましたよね。ってことは、これペナントか？ペナントを作ってるのかもしれないですね。こういうふうな形ですよ。そしたら、収束してボーンと行くとかね、ボーンと行くとかっていうのになります。では、1時間見ていきましょう。本当はもっと時間かけてみてくださいね。私、ポン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 と見ますけども、それは一瞬でわかるからなんですよ。もうちょっと時間を取った方がいいと思いますよ。これが、だから、ペナントに向かいつつあんのかなって考えれるか、それとも、上へ上がって組み上げて下に下がってね。で、もう一回ちっちゃな三角形作って、もう一回ちっちゃな三角形を作ってって感じで、ほら、三角形がどんどんちっちゃくなってるでしょ。そういうふうに見えるかってこともありますよね。まあ、いずれにしても私はこういうふうになるというふうに思ってますけどね。はい、ということで、今月といいますか、今年最後の1ヶ月になりました。展望はですね、ずっとセルで、もう迷いないと思います。まあ、これで取れなかった場合も、まあ、瞬間的にバイに向かうことありますんでね。まあ、でも基本的には、セルで行けば、しばらくほっときゃ勝てるんじゃないですか。ということで、本日は以上です。